月曜日は堀潤が代表を務める動画投稿型ニュースサイト8ビットニュース、火曜日は評論家宇野恒博が編集長を務めるプラネッツ、木曜日はグローバルメディアハフポスト日本版、編集長は竹下隆一郎、金曜日はミレニアル世代の感覚を伝えるビジネスインサイダージャパン。個性的なメディアと日替わりでコラボするニュース X、 見る方を多様な視点へとつなげます。はい、ということで、ゲストの方はもうすでに入ってくださっていますが、今日はですね、なんとあの絶滅危惧種の動物たち、さまざまいますよね。彼らが自分で自分の様子を撮影する、いわゆるセルフィーをしている、そんな取り組みがあるようなんです。どういうことなんでしょうか。さあ、今日スタジオには WWF、アニマルセルフィープロジェクトの皆さんが来てくださっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。川村さん、江上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、川村さん、はい、これものすごいユニークな取り組みですね。ありがとうございます。うん、ちょっと皆さん、僕のですねパソコンの画面を見ていただきましょうか。はい、ハッシュタグアニマルセルフィーとは一体何ぞやということなんですけど、はい、つい先ほども僕ツイートしました。で、これ動物たちが、いろんな動物たちが、見てください、ちょっと手を、右手を差し出しているような雰囲気ですけれども、自分でね、いわゆる自撮りセルフィーをしてるんです。で、なんでこんなセルフィーをしている写真を WWF の皆さんが発信しているのかなというところで、今日は川村さん、江上さんにお話を伺っていこうかと思います。川村さん、これはどういう取り組みなんですか。はい、WWF は環境保全にずっといろんな問題に取り組んではいるんですけれども、やはりこの日本で、環境問題、絶滅に瀕している動物といったものって、なかなか振り向いていただけない、興味を持っていただきにくくって、でこれまでもいろいろなやり方を取って、少しでも興味を持ってもらいたいのをやってきてるんですけれども、今回はその今流行っていうか、もう当たり前になってきているインスタグラムで、かつそのセルフィー、自撮りっていうのをこう使うことに、動物にやってもらうことによって、一緒にこう身近に感じてもらえればなっていうのが発想の原点になっておりまして、ただこの写真自体は全部幸いなことにフェイクで、なものによっては厳しい現実が後ろに映ってるんですけど、写真自体は合成で作っていて、ただ実際にこう撮ってるわけじゃなくて、撮ってる風になってるってことですね。ちょっと赤ウミガメにお願いしてもらうのは難しくってなんですけれども、こういった後ろに映ってる、その例えば巻き込まれてしまう、ゴミが浮いているっていうのは、全て今起きている環境上の問題なので、はい、フェイクなんだけど、後ろにっていうのはフェイクじゃない、事実なんだよっていうメッセージを込めてます。いや、これね、この取り組みをちょうど江上さんが私に連絡をくださって、はい、これやるのでぜひ見てみてくださいって、はい、でもすぐ食いつくように一枚一枚見ました。というのも、これ江上さん、あれなんですよね、はい、動物たちの後ろに映ってるのは、いろんな社会問題なんですよね。そうなんです。今回本当に動物たちが自ら発信しているというのがすごく大事で、私たちがまあお願いしてやってもらってるという設定にしてます。で、セルフィーってすごく身近で、誰もがやったことのあるものですよね。で、そのセルフィーを動物たちがスマホを手にせざるを得ないほど、今はこんなにも大変な状況なんだということを、訴えています。今回とっても意識的に、はい、作ってます。これね、今ちょうどここに映って、先ほどちょっと川村さんお話しされてましたけども、はい、いや、今国連の方でも SDGs、 そうですね、ね、持続可能な開発目標、はいはい、まあ、本当にこのまま過剰な開発を続けていたりとか、我々、まあ、特に先進国中心ですよね、経済発展のためにいろんな自然環境を犠牲にしていったら、もういつか破綻しますよと、で、私たち人類だけじゃなくて、その影響は先に自然環境、すなわちそこで暮らしている動物たちにも、もう多大なる負荷を与えますよ、本当に大きい、今考えないとっていう、そういうタイミングですよね。そうですね、本当にそうだと思います。例えばセルフィーの中で、今堀潤さんが最後写してくださった赤ウミガメのセルフィーがあるんですけれども、今写していただいたものなんですけども、これ
ハッシュタグ上だとあのクラゲじゃないんだけれど、うん、っていうようなこと、うん、ちょっと読みやすいように、そうですね、パネルを見て、そうなんです、今日ちょっとスタジオにパネルをお持ちで、そうなんです、これむちゃくちゃ可愛いですね。ね、大きくしました、持って帰りたいぐらいです、いやもうぜひ飾ってください、これをこう額に入れて落札したらシュレッダーでこうしてくるっていう今ですよね、今旬ですね、ね、いやこれすごいです、インスタグラムのそのまんま の、はい、あのデザインになってますけど、はい、なってます、こういう形でアップされてるんですよね。そうなんです、これは改めて川村さんどういう写真になってますか、はいはい、でこれあの赤ウミガメが写っていて、このハッシュタグのところに見えますかね、この白いのってクラゲさんかねってつぶやいて、ええ、あのハッシュタグで食べられるんだろうかってもらっているんですけれども、これあの上に写っているこれですねのことをあの赤ウミガメに語ってもらっているんですけれども、実際あの見ていただいた通りクラゲじゃなくって、これはあのプラスチックバッグ、はい、使い捨てのレジ袋があのここに写っているんですね、はい、で他にもこのプラスチックのコップだとかっていうのが写っていて、うん、でご存知の方も多いかと思うんですけれども、今あの海洋プラスチックの問題っていうのが世界中の課題になっていて、今で1億5000万トンというすごく膨大な量が海洋上に放出されてしまっていて、でこのアカウミガメを筆頭に700種の野生生物には悪影響を与えている、うん、で見たことあるかもしれないんですけれども、そのカメの鼻にストローが入ってしまっている動画っていう有名な動画があるんですけれども、そういったように、まあその子は幸い平気でしたけれども、あるいはプラスチックバッグを食べてしまって息ができなくなって死んでしまうみたいなことが起きてしまっていて、個体数をどんどん減らしてしまっているという問題があって、でこんなに今私たちの綺麗だった海はちょっとこんなになっちゃってるんだけどっていうのを、まあでもあんまり深刻に言うと深刻になりすぎてしまうので、ちょっととぼけてもらいつつこの問題を知ってもらえればなっていうふうになってます。これもね、僕らがね、いや日本にいるとコンビニ行っても、まあ、最近一部のスーパーで取り組み始まりましたけれども、はい、未だにでも多くの買い物の現場はビニール袋をもらって、もらってますね、で海外に行くと、うん、例えばまあ中国などでも最近環境対応で、うん、はいはい、いやもうプラスチックバッグを やめましたよとか、はいはい、こう世界を見渡してみるとこういうものを使わないのが当たり前っていうふうにだんだんなってきてるんですよね、はいはい、そうなんですよね。ちょうど環境省が日本ももっと前向きに規制として取り組むっていうのを発表されましたけれども、うん、まあ、あのインタビューとか聞いてもそれを嫌がらずに前向きに捉えていただいて、じゃあまあいかにこう減らして自分のバッグの中でうまく収納できるのかとか、代わりのエコバッグ可愛いので持っていただく、できればプラスチックじゃないものでやっていただくとかを考えていただけるとより素敵になるんじゃないのかなっていう。これでもあれですね、インスタでパッと見てね、こう食べられるんじゃろうかって言ってるウミガメのことを思い出したら、はい、そうかこれ食べられないよなってコンビニで思ってくれるかもですね。そういうきっかけになったらいいなと、はい、思います。他にもね、いろいろ持ってきていただいてるんですよ、うん、はい、ちょっと順番に見ていきましょう、はい、続いては、はい、こちらになります。ぜひよろしくお願いします。これは可愛いですね、はい、カワウソくんですね、はいはい、こちらはカワウソの中でもコツメカワウソという種類のカワウソになるんですね、はい、でカワウソってあの科でいうと13種類、ラッコも実はカワウソに含まれるんで、カワウソの一つ の種なんですけれども、ラッコってカワウソなんですか。そうなんです、私もあの調べてて知ったんですけれどもでその中でこれあのすごく可愛いコツメカワウソという種類で、東南アジアに住んでいる生き物になるんですね。であの多分ご存知の方多いと思うんですけれども、なぜだというと今あの日本でペットとして飼われる方がすごく増えてきている。そうなんです、猫とか犬とかだけじゃなくて、はい、カワウソも、はい、カワウソも、はい、であのでじゃあなんでそのペットとして飼われてしまっているカワウソが問題なのかっていうと、同じくここをちょっとアップにしていただけると嬉しいんですけど、このコツメカワウソ、大きな鳥がいる、どこに連れてかれるんだ、家に帰りたい、で最後に密輸って書いてあると思うんですけれども、これあのコツメカワウソってご多分に漏れず絶滅危惧種
で、ワシントン条約という、野生生物を取引するときに規制をしましょうという条約があるんですね。でそのうちの中で許可があれば、やり取りをしてもいいんですけれども基本は禁止ですよっていうふうなリストに載ってる種なんです。でそれ何もかかわらず今ペットの需要がすごく大きくなってしまったがゆえに日本で高く売れてしまうんですね。え、待ってください、ワシントン条約でいろいろ条件付きで移動しなきゃいけないものが日本でペットで売られている現状があるんですか？すごく細かく申し上げますと、許可があれば輸出はできるんですね。でかつ、日本で繁殖させた個体は日本の法律上は問題ではないんです。ただそういった問題のない個体がいるもののどんどん需要が大きくなっちゃうとビジネスチャンスがあるっていうふうにその違法取引をしたがる方たちはビジネスで儲けたいって人たちが密輸をしだしてしまっていて、日本だと1頭100万円ぐらいで買えてしまうものなので、じゃあ例えば10頭をその東南アジアで持ってきてしまって5頭死んでもいいやで密輸してでも5頭売れてしまえば500万の儲けだよねっていうことが今起きてしまっていて、この前も、女子大生って報道されてましたけど10頭密輸して税関で摘発されたっていう問題も起きてしまっているんですね。それ日本の大学生の日本です女性がですか？そうです、そうです。ちょうど1年前、なんで彼女はそんなことしたんですか？ちょっとそこまでは報道上は出てなかったんですけれども、それでその大きな鳥がいるよっていうのはこの飛行機のことを見て、彼がどこに連れていくのかな、家に帰りたいよって言ってるっていう。そうですね、そうです。いや僕でも逆に言うとこの写真を見なかったらその密輸、このコツメカワウソの密輸の現状については知らなかったです。中国の南西部にいるんですか？もういます。あと東南アジア、アジアですね。なのでインドもいます。そうですね。ああそう、密輸って本当知らなくても本当にたくさん起きているんですよね。で買ってる側はそれが密輸かどうかは分からなくてもっていうパターンもあるんですか？大いにあります。大いにある。残念ながらそのトレーサビリティが全く確立されていないので、日本で繁殖した個体なのか密輸して入ってきた個体かわからないですね。で、良いペットショップ悪いペットショップあると思いますけども、ペットショップがそうだよって言ってしまえば、お客様はそれ以上知る情報もないし、そもそも問題が知られてないからそのまま買ってしまう人の方が多いっていう現状なんですね。そうですか。なのでコツメカワウソに言うとこのアニマルセルフィーを通してもし飼われたいと思っても本当にいいのかな、大丈夫なのかなっていうのをぜひちょっと考えてほしいっていう意味もあります。この情報を知ってたらペットショップでコツメカワウソ見た時にこれってどういうルートで仕入れられたんですかとか、その通りです。ちょっと一言確認できますもんね。おっしゃる通りです。消費者の意識が変わるよ、っていうかそもそも消費者って消費する感覚で痛くないですけどね。そうですね。ただそのダメだけだとなかなかやっぱり今度辛くなってきてしまうので、できるだけ可能な限り、より良い状況を作っていくっていうのをみんなで努力できた方が良い社会かなっていう気がします。まだあります。はい、パネル3つ目いきましょう。はい、最後はこちらアムール表になります。またいいインパクトがあるな、いい写真撮るね君。ね両腕で持ってるような、写真にしてるんですけれども、ちょっと下に下げていただいて、でこのアムールヒョウの問題はここに書いてある森林伐採、森林火災、生息地の喪失、住処が失われるっていうのが問題になっていて、この子たちが住んでいるのがロシアの一番極東、日本に一番近いアムールのところに住んでいるヒョウになるんですね。で、ロシアで過剰な森林伐採とかの結果全然どんどん住処がなくなってしまっていて、個体数が一時期はですね、なんと2007年では27から34頭しか残ってなかったんです。なので小学校の一クラスよりも少ない個体数になって、あの広大な土地でですか？はい、あ、そうですか。
でなんですけれども、ここまでアカウミガメコツメカワウスちょっと悲しい話題が多かったんですけども、私たち WWF の本当 その本業で自然保護活動をやっていて、保全が結構実ってきてはいる種ではあるんですよね。で盛り返したんですよ。で10年経って27か30やったのが今84頭。あ、そうですか、はい、でしかもこうアムールヒョウも生まれてきているので、ちゃんと増えていってるのが分かっているんですね、うん、はい、でもあれですね、80、まあ、なんとか80まで戻したけど、それでも80。そうなんですよ。あ、そうで、ちょうどその動画が、はい、ありますか、はい、江上さんのパソコンに動画がある。どんな動画だろう、はい、見てみましょう。これで84頭っていうふうに説明させていただいたときに、カメラトラップっていう手法で調査をするんです。木が見えてると思うんですけど、ああいった木にカメラを巻きつけておくんですよ。でそうすると目の前に動物が通るとその瞬間だけ撮ってくれるって機能を持ったものがありまして、でそれを使って私たち大抵動物の個体数を調査するんですよ。でこれはそのアムールヒョウのところでカメラトラップの調査をしていたら、もともとそこで繁殖できた個体がこうやって映っていて、肉球をこう気になるからつけたりとか、これはその自分の香りを、匂いですね、をマーキングしているところ、でこうやってまあ元気に走り回って餌を探したりとかっていうのが今は分かってきて、こうやって興味を持つんですよね。でこれは威嚇なのかな、鳴いてるんですけど。本当だ、貴重な映像ですね。ちょっとこういうのを見ると、あ、よかった、感動するんですけれども。はい、ありがとうございます。でもこういう形でその草の根的にもう丁寧なアセスメントをしながら、はい、実質としてこういった環境保全やりながら成果を出し、さらにこのアニマルセルフみたいに知ってもらう、であとは支援もこれで集めて活動に当てるっていうのをやってます、はい、あ、そう。ちょっと先にも触れちゃいますけど、はい、なんとインスタグラムで見たらそのまま寄付もできる仕組みになってるんでしょ。そうなんです。こちらにも、はい、写真の左下に、丸いショップマークがついてますが、こちらが新しくインスタグラムで本当6月ですね、最近できた機能になっていて、ショップナウという機能になります。ちょっとこれインスタの機能なんですか。そうなんです、インスタの機能になります。で画面ちょっと見ていただいて、はい、ありがとうございます。この EC サイトに直接リンクできるんですね。なのでそのショップナウといて、こうやって靴をそのままお洋服のブランドから買うことができたりとか、もうどんどん行動がもうスムーズに、はい、なってきました。で私たちはこのショップナウという機能を寄付というふうに、支援というふうに置き換えて、気軽に、支援まで気軽にしていただけるように今回、はい、考えました。あ、なるほど。そうなんです。確かに今僕の手元のインスタでもこのショップの番号のところ、アイコンをクリックすると出てきますね。ちょっと支援ステッカーっていうのがね。はい。ここね。はい。あ、それですね。ここですね。あ、それですね。面白い。あ、これで WWF の、はい、この今回のプロジェクトのページに飛ぶんだ。はい。そうなんです。今回は1000円というプランのみ。あ、そうとなっていて、でステッカーをねここに今手元にも今回持ってきましたが、ステッカーが、はい、3枚ついてきます。あ、なるほど。そうなんです、そうなんです。であれなんですよ、寄付ってしたら寄付しましたって、うん、まあ、あんまりわざと投稿したりとかする人ってま少ないと思うんですね、で私今体現してるんですけど、その意思表明、寄付しましたという意思表明をこういう形で、は貼れるんだ。はい、こういう形でステッカーを貼るところまで、はい、ちょっと僕の PC がちょっと敷地がですね、今人口過密な都市になっていて。堀さんすごいですね。すごいよね。ちょっとパソコン新しくしますよここにパーンと貼ったら、なんでうちに貼るんだよっていう。そうですね、重なっちゃいますもんね。そうか、本当にこれでなんか堀さんが分かるじゃないですか、この確かにね、ステッカーを見ると、どっか行ったら仕事現場でも、あ、何かわいいパンダ、はい、あ、WWF なんなのみたいな話にもなるしね。そうなんです、そうなんです。なので今回気軽にをテーマにしてるので、その意思表明までを気軽に皆さんにやっていただきたいなと思って、ステッカーを選んで、はい、寄付
支援を募ってます。実際ね、はい、WWF ジャパンはじめ皆さんは、はい、これまでいろんな活動をされてこられたわけでしょ。具体的にどういう取り組みをやってきたのかっていうのをちょっと教えていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとモニターを出していただいて、で我々はですね、身近に感じられる寄付の形というのをテーマに取り組んでおります。こちらは例えばウィズスタンプという、ハンコを作りました。皆さんの苗字に絶滅危惧種を組み合わせて本当に印鑑にして お届けするっていうものになります。あ、本当エビ原さんはエビ、そうなんです、そうなんです。お犬のところにお猿さんですか。これはお猿さんありますね。本当にもうこれをきっかけに、皆さんの苗字をきっかけに新しい動物を知って、これ どんな名前でもオーダーできるんですか。あ、できます、できます。できるの。まあ、残念ながら日本人の9割はカバーしたんですけれども、1割対応できたのもあります。あ、そうですね。ありました。サイト上で苗字をチェックして入れるとパッとね、そうか、瞬時に出てくるんですか。まあ、堀さんは出ます。ある、出ます。堀さんは出ます、出ます。そうか、はい、で今スタンプは残念ながらもうキャンペーンが終わってしまったのでご購入はしていただけないんですけれども、自分の名前を作っていただくことはできるので、はい、あ、そう、ぜひ、はい、ご覧になってみてください。ちょっともう2つ持ってまいりました、はい、面白いね。こちらは、はい、ドネイルという、プロジェクトになります。こちらはですね、もうネイル、爪に絶滅危惧種を入れちゃおうっていうシンプルな、あ、そう、はい、ファッションと組み合わせました。これなるべくあれですよね、すなわちその日常の中に、そうなんです、こう入っていけるっていうことが、はい、でも逆に言うと日常の中にそういうふうに入っていかないと、うん、まだまだ意識の壁が高かったっていうことなんですかね。おっしゃる通りですね、はい、おっしゃる通りです、うん、本当にそうですね。ただまあその環境問題に限らず何らかしらの社会課題とかって自分が興味がないものを身近に感じてもらうって難しいんだなってすごく、そうなんですよ、振り返れば自分だって、じゃああなたこれ知ってるのって言われたら知らないことっていっぱいあるので、それを考えるとやっぱこう言って知ってもらうのはどちらかというと当たり前なのかなとも思っていまして、なんでまあそれを通してでもやっぱり知ってもらい、知っておいた方が良くなることって多いと思って、で気持ちでやってはいます。いや本当にね、社会問題って社会問題のたこつぼ化しちゃうっていうか、例えば子ども貧困でも、うん、子ども貧困の問題を取り組んでいるチームと関心のある方々は本当にどんどん詳しくなっていくんだけども、ね、いわゆるこう一般的な感覚から離れていっちゃう、はいはい、うん、じゃあ外国人労働者の皆さんの問題をって言って、うんうん、担当の NPO の皆さんはどんどん突っ込んでいくんだけど、はい、誤解とか偏見の方も持ったまま、はい、でもそんなに深く知ろうとしないで滞留してるみたいな社会っていうのがあるから、はい、それを接続するような取り組みです、はい、他にも、はい、もう一個あるんですか。そうなんです、もう一つご用意しました。こちらパンダブラックという、はい、ものになります。こちらもファッションですね。一つの服を大切に着ようというコンセプトで、まあ、少し汚れてしまっても黒に染めて、でまた違う人に受け継いでいくっていうものになります。服を受け継がせようっていうもので なってますね。ちょっとこう黄ばんだりとかシミがついたりとかしたら染め直すんだ、そうです、黒に、そうです、はい、考えましたね。まあ少し手を加えるとやっぱりみんな身近に感じてもらえられますし、そうですね、いかにそこをね、はい、あと、まあ、あと欲しくなるものじゃないとやっぱり人って動きにくいので、黒もすごく綺麗な黒に染められるように、うんうんはい、京都の老舗の染め屋さんが注意して作ってくださるっていう、はい、あ、そう、はい、結構ツイッターでもね今反応ありますよ、もこもこさん、あ、そうそう、このウィズスタンプと、頼もうと思ったら1ヶ月待ちか何かで諦めた記憶がある。西村はジンベエザメだったよ。結構じゃあ反響大きかったってことですか。ありがとうございます、はい、そうですね、はい、なるほどね。みんなあれですよね、堀さんはどんな動物なのかなとか、うんうん、結構こういうキャンペーンって参加するとすごくワクワクできるような。そうですね、あ、でもね、改めて河村さん、その WWF の取り組みされてきて、動物に関しての関心であったりとか自然環境への関心っていうのは世界的にはようやくこう国際的なイシューに上がってきましたけれども、はい、日本国内の状況はどうご覧になってますか。そうですね、まあ、でも、まあ、世界って言った時に思い浮かびやすいのって欧米だとは思っている時に、じゃあ東南アジアどうなんだろうって言ったらもちろん議論はあると思うんですけれども、ただ、まあ、先進国って括りで捉えるのであれば、うん、やはり
残念ながら遅れてるっていう言い方しかできないのが悔しいなというふうに思うところです。問題あどういう点でそういうことを感じますか。一つはあの認知あの知っているかどうかっていうところ、あともう一個はそのアクションなんですけれども、日本人の優れているところって自分の身近なところでアクションをしよう、例えば分別をちゃんとしようよとか、人によっては常にもやっぱりエコバッグちゃんと持ってやりましょうよっていう人もいるんですけれども、それがそのじゃあもっとその射程を長く、これがじゃあ例えば東南アジアの森にどういうインパクトがあるのかみたいなのかって、じゃあ紙はより良いもの、例えばあのこのステッカーなんですけれども、これってあの紙でできていて森を壊さないでできあ森をあの痛めつけないでできた認証を使った紙でできているんですね。でその自分の安心とか安全には割とこうセンシティブな方が多いんですけど、その自分の想像が及びにくい遠いところに対するインパクトへ その想像みたいなのがあんまり好まれないんだなっていう印象が、興味があんまり持ちにくいんだなっていうのはありまして、そういうところがもうちょっと伸びてくると日本って素敵ってもっと胸を張って入れるんじゃないかなっていう気はしてます。僕はあの非常によく例として出すんですけれども、はい、例えば、ね、ネットで象牙って入れると、うん、はい、例えばネットショッピングのサイトで象牙って入れると、うん、欧米系のサイトは動物愛護とか自然環境保護の本とかが出てくるんですよね、うん、はいはいはい、ところが残念ながらつい最近まで日本の系列のインターネットショッピングサイトで象牙って入れるとハンコが出てくるんですよね、はいはいはい、おっしゃる通りです。これもだから意識がちょっとやっぱり違いますよね。そうですね、うん、それで言ってもあとその消費者だけじゃなくて売る側も一部のプラットフォーム、その EC サイトとかは対応を始めてくださったんですけど、大手のところはあくまでもそれはお客様たちが勝手にやってくることだからといって特に何のアクションを取らないっていうところもあったりするので、消費者もそうだし消費者を言い訳にして事業会社側も手を打たないっていうところもあったりするので、うーん、そうだよね、まだ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 っていうところまあね、はい、でも相当でもこういう形でインスタグラムでしかもあのこれ可愛いし、でその可愛いなっていうのを見た向こう側に見た景色まで目が行くとだいぶ意識も変わってくるかな、はい、うん、これってちゃんとその今河村さん解説してくださったようなことっていうのはあの どっか載ってたりするんですか。ですね、できるだけライトに捉えてもらいたいなと思って実はアニマルセルフィー上には載っけてはいないんですね。ただ私たちの WWF のホームページに来ていただければ、うん、こういった問題ってあの残念ながらというか、うん、いっぱいあの記事が載っかってま す、ね、あと動画、先ほどお見せした動画みたいなのもありますので、はい、そこに来ていただいて知見を踏まえていただけると嬉しいですし、あとその今回のステッカーを買って支援っていうのの他にあの通常通り例えばご寄付を私たちの支援としていただいて、でその活動とか動物が置かれている現状をレポートしているので、そういったもので勉強あの知識を深めていただくっていうのも嬉しいなと思ってます。これちょうどキャンペーンが始まったのが、いつでしたっけ。10月の4日10月の4日、はい、ちょうど10日前動物の日ですね。そうですね、はい、世界動物の日。そうか、あれなんで世界動物の日が10月4日なんですか。ちょっとおもむろに決まってたようなね。川村さんの率直なところが素晴らしい。本当にそうなんです、ね、でもどうですか反響は。反響はですね、あの著名人の方が、シェアをしていただいたりですとかいいねしていただいたりですとか、あとは、中にはこの写真にアテレコ、うん、で声を吹き込んで動物のを演じてやっていただいている方もいらっしゃったりとか。あ、そう。そうなんです。で今後は、まあ、インスタグラムにとどまらず教育の場ですとか公共の場でこのアニマルセルフィーをどんどん知ってもらえるような施策を直近で考えていますので、はい、ぜひ皆さん今後も追いかけていただければいいなと思ってます。はい、ツイッターでは今おたえさんから、はい、WWF ジャパンのさまざまな取り組み興味深い、パンダのロゴは知ってたけど活動は知らなかった、ありがとうございます、これを機に知ったということもありますから、ぜひ皆さんハッシュタグアニマルアンダーバーセルフィーでアクセスをしてみてください。さまざまな情報に出会えます。寄付もお願いします。さあ、明日のニュース X は
プラネッツ宇野恒弘さんです。伝統アップデートするということで、ゲストは丸若さん。どんなお話になるんでしょうか、楽しみですね。ということで今日は WWF ジャパンから、ハッシュタグアニマルセルフィーチームの皆さん来てくださいました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは